さあ今週は3歳 G1 戦線最後の一環、菊花賞のトライアルです。神戸新聞杯っていうのがね、例年のポイントなんですけども、神戸新聞杯今年はね、一番人気想定されるあの馬が菊花賞どうやら出ないってことで、逆に言えばここでね、世代最強を証明したいなと、この馬が勝ったとすれば、この馬の方が強かったのか、菊花賞なんて所詮2番手以下の争いかなになりますし、この馬に勝ってから菊花賞も勝てばね、世代最強はこっちだと言えるわけです。そういう意味ではね、じっくり見ていきたいところなんですが、土日月とね、3日間開催ということもありまして、今回いつも使っている想定人気順が出ておりません。というわけで、想定人気順、いろんなところの、ね、想定人気のオッズなんか見ながら独自にですね、人気順出しまして、その順番に上から順に見ていきたいと思います。というわけでね、最初がレイデオロ、この馬をね、変えていきたいと思います。なんだかんだね、東京優勝ダービー、日本ダービーはペースが途中からね、レイデオロが仕掛けたおかげでね、ランペースになったとはいえ、一応芝2400のウィナーと、何よりね、皐月賞は叩き台だから、ステップレースとして負けたかな、休み明けだなっていう、休み明け G1 はさすがになっていうね、そんなレースで、その前のラジオ日経杯2歳ステークス、あの辺は強かったですしね、この馬世代ナンバーワンって言われても驚かないということを考えたら、レイデオロ本当に強いんだろうなということで、ここは3着を外さないでくれるだろう、変えていかなきゃなということで、買いということでいきたいと思います。そしてその次がサトノアーサー、この馬はね、決していきたいと思います。というのもね、ダービーもね、やっぱり大敗してますし、ダービーの時もね、無印に確かしたと思うんですけども、その時点で重賞未勝利、それもね、この馬が一応重賞2着に突っ込んできた2レースのその後のね、その勝ち馬の戦績を見ても、大したことないわけですね。そう考えたら、この馬自身大したことない、今のところ過剰人気じゃないかなということで、決していいです。そして3番人気、奇跡、この馬は買いでいきましょう。というのもね、毎日杯、皐月賞馬のアルアインほかね、上位組がそこそこいい競馬をしたんですが、それがやっぱ強かった皐月賞勝つぐらいの馬だったってことを考えると、それに食い下がった3着って結果は見事、そしてそこで本賞金を加算し損ねたことで、この馬がね、裏路線を回る羽目になったと。そこから上り馬として結局秋のここに間に合ってるってことは、やっぱね、春も出てたらそこそこは走ってたんだと思います。巡り合わせってことは、この馬もクラシック上位戦線と上位組とね、同じだけの力はあって、しかもルーラーシップ3区ってことで、ちょっと万世傾向、ここは力を伸ばしてきていけるんじゃないかなということで、買いでいきたいと思います。そして4番人気カデナ、皐月賞の、ね、トライアル、弥生賞を勝っているというのはやっぱ大きいですね。そして上がりの足は毎回最速に近いタイム叩き出しているわけですから、ここも堅実に指してきてくれるだろうということで、買いでいきたいと思います。そして次がダンビュライト、皐月賞もダービーもね、また菊花賞本番どうかなっていうと懐疑的にはなるぐらいではあるんですが、ここでトライアルで買う分には十分いい結果を出していると、つまり実力上位のものはあるということでね、ここも買いでいきたいと思います。そしてベストアプローチ、この馬はね、消しでいきましょう。というのも、青葉賞もね、初戦ちぎられて負けてるわけですしね、2着って言っても大したことないのかなと、そう考えるとね、先々週あたりでしたから、札幌2歳ステークスでファストアプローチって結構似た名前の馬を切って外したわけなんですが、この馬もね、同じく日本適性ないよって言って切って外したいなと、切ってね、この馬は来ないと思います。切って外したいなじゃないんですよ。っていうのもね、ファストアプローチがね、一応2着突っ込んできちゃったら、札幌競馬場は洋芝ですし、ヨーロッパ適性のある馬が同じく上位に来てもね、やや北寄りの競馬場で芝が似てるっていう意味で仕方がないところなんですが、ここは日本です。そして阪神競馬場だったらね、野芝、日本の芝ですと、こういうタイプの馬はまず適正外、里のダイヤモンドあたりがね、凱旋門賞行って適性がないって言って負けるのと同じ理屈で、この血統は日本の芝2400では適性がないって言って負ける予定でいます。そして、その次がマイスタイル、この馬変えていきましょう。皐月賞のね、大敗だけが不可解でね、それゆえに人気薄が続いている気はするんですが、それ以外は案外堅実な戦績を残してるんですね。人気薄で構想して、次もG1 だからって人気薄そこで大敗したと、そういったあたりがやっぱ響いてると思うんですけども、まあ、ただ、皐月賞のこの大敗だけが不可解で、あとは結構ね、ここで買うには十分な成績を残し続けている馬だというふうに見ておりますので、まあ、結構ね、このまんまここをポーンと勝てばね、秋になって急成長して一流へなんていうことも見えてくる、まあ、そんな馬だと思っております。まあ、以上、ここまでで5頭なんですが、そこまでに名前が上がらなかったひらめき大穴っていうわけで、今回はユラノトを上げてみたいと思います。まあ、父、キングカメハメハ。で母、こういう歌ってね、両血ですね。両親とも G1 馬。父、金亀、そして松国厩舎というね、このラインナップで、ここに挑戦してきたっていうのはね、なんかあんのかなと。その前はダートで連勝ですからね、そういう意味では結構度外視されがちなんですが、父、キングカメハメハもここは強い競馬しました。その後の夢の続きを見たいなってことで言えば、ここでね、父、キングカメハメハが覚醒してくれて、松国厩舎でなんて考えたら、ここでいいレースしてくれて、その先が見えるんであれば、キングカメハメハの夢の続きが見えるってことになりますので、松国厩舎頑張ってくださいと。来ねえよ。ってことでね、まあ以上こんな感じで GO+1 でお届けいたしました。以上、ハッチーでした。